皆さんこんにちは、かっちゃんです。スキャックということで、今日はとんかつ用の豚厚切り肉を使って、お手軽な食材で簡単にやみつきになる美味しさ、やみつきポークスティックを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。みりん大さじ2、醤油小さじ2、ケチャップ小さじ2、はちみつ小さじ2、粒マスタード小さじ2、おろしにんにく小さじ1を合わせておきます。豚ロース厚切り肉2枚 250g にラップなどをかぶせて麺棒で叩き、一回り大きくなるまで伸ばします。では豚肉を叩いたら、まず長い方向に半分に切り、1センチ幅程度斜めに包丁を入れて細長く切ります。豚肉を切ったらボウルに入れ、酒小さじ2、塩少々、卵1個割り入れ、卵を溶きほぐし豚肉に揉み込みます。調味料卵を揉み込んだら、片栗粉大さじ3を入れ混ぜ合わせます。片栗粉を混ぜ合わせたら、フライパンに高さ1センチほど油を入れて中火で熱します。はい、では油が温まったら、豚肉に衣をよくまとわせてフライパンに並べます。豚肉は棒状に伸ばしながら入れてください。では2分半から3分ほどで衣が固まって底を色づいてきたら返します。はい、では計5分ほど加熱して、全体衣が固まって色づいてきたら取り出して油を切ります。はい、では加熱し終えて油が切れたら、フライパンの汚れ、油を取って合わせておいたソースを入れます。ではソースを入れたら火にかけて、こんな感じでソースがふつふつとし始めたら、油を切った豚肉を入れソースを絡めます。ではソースが豚肉に絡んだら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。OK。はい、ではこんな感じで豚ロースでお手軽簡単美味しいやみつきポークスティックの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は豚の厚切り肉を使ってお手軽簡単美味しく作れるやみつきポークスティックを作ってみました。それでは本日はスラッと和柑橘サワーで乾杯。乾杯。スラリーノ。じゃあ早速いただきましょう。今回は豚肉をスティック状にして、クリスマスも近いので、ちょっとこう食卓にボンと出して記念日なんかにも食べられるようなポークスティックを作ってみました。じゃあもう熱々のうちにいただきましょう。じゃあいただきます。ん、ポーキー柔らかい。うん、
豚の厚切り肉を麺棒などで叩くことで繊維が壊れてしっとり柔らかに仕上がり、ちょっとこう伸ばすことによって表面積が増してスティック状に切りやすくなります。で、ほんとこういう感じでスティック状にすることで普段の食卓にもクリスマス&パーティーにもおすすめのレシピになってます。で、豚肉を切ったら酒や卵を揉み込み、さらにそこに片栗粉も合わせて衣にすることで、ほんと結構ね、しっかりとした衣なので、最後に絡めたソースが衣にもじわっと染み込み、美味しく仕上がります。で、ソースには醤油プラスケチャップや蜂蜜、粒マスタードを入れることで、ほんとこの蜂蜜の甘い感じにほんのりマスタードの風味を効いて美味しく仕上がります。で、お肉を焼く際も結構衣をつけてしっかりがっつり揚げるというよりは少なめの油で調理することができて、突き込む時間もないですし、お肉をフライパンで焼いて、あとは調味料を絡めるだけで簡単に美味しく作れます。で、うちの近所は結構最近豚こまに並んで、こういうとんかつ用のロースの厚切り肉もグラム安い時で78円とか、まあ普通でもね98円くらい結構お値打ちに売ってるんですけど、手軽な豚肉で作れて、かつ結構叩いて伸ばしているプラス衣をつけているので、少ない豚肉でもボリューム満点に美味しく仕上がります。こう味のねイメージつきにくい方には、ちょっと洋風な酢豚のお肉だけバージョンみたいな感じです。粒マスタードを入れることで洋な感じが出て、ほんとこう口当たりもよくやみつきになるような美味しさです。なんかほんとね、鶏肉にも応用できるし、こうやって豚肉に合わせもすごく美味しい味付けになってます。うん、はい。ということで今日は豚肉でお手軽簡単美味しいやみつきポークスティックを作ってみた動画でした。豚肉を叩いて使うことでしっとり柔らかに仕上がり、しっかりとした衣にタレがじわっと染み込み絡んで美味しく食べられるレシピになってます。ほんと普段の食卓に出してもいいですし、ちょっとこうマスタードを入れてような感じのある味付けでもあるので、クリスマスの食卓にもおすすめのレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイポーク。クリスマス、チキンもいいけど、ポークもいい。